やっぱり山田って黒いな、だって悪口やん。ちゃんとやめなよ、そういうの。全然全然コントラスト。いや、もうそれな、なかなかやばい。まあいいか。お元気ですか？誰？フィリが。あれ、そんな話なかったっけ？話してないんじゃね？嘘？話してないよ。マジ？うん。え、こうやって喋るわ、久しぶり。久しぶり。他の話ではな、ちょいちょいしてるかもしれない。今日は仕事終わったの？うん。あ、うん。うん。まだ来なかった。黒く見える。いや、そらそうだよ。いつも白くしてんだから、うちは。頑張って。今、すっぴんだよ。もうドスっぴんよ。結構やばいよ、これ。そうだよ。うん。なあ、やばいよな。え、誰かいるの？あ、そうそうそう。ケイシー。あ、そうそうそう、そう。すごいな。声で分かった。やだいや、マジでてか。なんもない。なに？お腹痛い。鼻詰まりすぎてしんどい。あ、ナナがそれ届けたやつじゃん。あ、これあ、そう、うん、なんかさ、いや、本当は黒いケミ着てたんだけど、なんかショールームって黒だと飛ばない？てか、配信系全部黒やと飛ぶ、ね。だけど、なんかちょっと裸に見えんなと思って。うん、思ったでな。なかなかすごい顔してるのみんな。キジ？なの。あ、なの。撮っとったら？メガネな、思ったで。まあ、ええわ。こんな時もある。100のうち1は、こんなのあると思って。お元気ですか、ひじちゃん。ひじ？はい。うん、ぼちぼちかな。ぼちぼちだそうです、皆さん。ひじちゃん、ぼちぼちでした。うん。めちゃめちゃぼちぼち。ぼちぼち。そうでしたか。そう。でも早くない？なんかさ、今いる、なんか見て。かわいい感じました。かわいい、そっちの方がいいんで、そのままの方が良かった、今。だからそのままのが見る人多くなってた。嘘や。ほんまよ。嘘なんかつかないよ。え、なに？何言ったっけ？早くないって話？あ、そう、なんか、服を見てたのね。うん、そのなんか今のやつの服を見てたんだけど、うん、もう秋服になってるからさ、秋やな、だから早いなと思って。どこ行っても秋服やもんな、ほんま。服屋さんみたいな。それネットもそうやって。本当にそうなんだよ、ね、でもだってこのなんかようわからん梅雨みたいな時期があるけど、これ開けたらもう完全に秋なんやろなと思いながら、服も秋服選ばなのかと思って。本当だよね。うん、でもやっぱさ、夏服見たくなるんよ、ならもう。何が？夏服が可愛いなと思って買いたくなるんやけど、うん、いやいや、あかんな、秋やな思いながら。そうだよ。いや、完全に寒なるやろな。でもこれ開けたら、雨。そうだね。なんか絶妙な感じだよね。でもまだ暑いよ、こっちめちゃめちゃ。だから全然エアコンいらんで。え、こっちめっちゃ暑いから。え、マジで？マジで？本当に、ガチ。あ、そうなんや。全然今だってエアコンつけてる。
何度で？24。ああ、暑いな、それ。マジか。やっと終わりやと思ったのに。心して来てください。てか日中とか普通に暑いし。最悪だね。まあ、今日は暑かったかな。うん、そう。でも9月はやばいな、マジで。早い。早い、本当に早い。1年早すぎる。しんどいな。でも、ね、今夏服安くなって、ああ、わかるわかる。夏服が安くなってるから、買おうって思っちゃうけど、多分着る場面も少ないからな。あんまり出番がないかもな。京都で全然エアコンがなんの？寒ない？田舎は涼しい。あ、やば。田舎なんかならんだ。話をしていい？今日何？おばあちゃんのパジャマ着てるの？やがましいわ。自由のパジャマじゃん。伸び伸びない。伸びて伸びない。もう今日は何事もあかんかってね。あかん日で。もう見事に何もできないっていう日があるんです。最近それなんだよね。ここ3日間。最近なの？ちょっと最近ちょっとバットに入ってる。いや今日久しぶりにちょっとそれを感じてダメでしたね。何もかもか本当に何にも手につかないんだよね。いやわかるよ。なんかとりあえず生きてることで精一杯っていう時期今。えでもそれのかそのことに関して褒めてあげるのも大事だと思わへん？このあ生きてる自分大事、あのちゃんと知る偉いなってその褒める時間も大事だなって思う。そうもう何もかもめんどくさいの。なんかね、本当にね、本当に今ダメ人間。マジでやばい。いや、あるで。でも、それ多分みんなでも感じるときあるんじゃない？もうなんかもはや、もうコミュニケーションさえももう無理っていうときない？いや、でもならそういうときはほんまに遮断してまうから全部。何もかも遮断するタイプやから。ひーちゃんってでもそれでもさ、結構、ちゃんと接しようとするタイプじゃない？だからすごいなと思う。マジで。もうここ3日間ぐらいもずっとそれもうなんかねもう全部やだ。ほんとイヤイヤ期今。いやちゃんと休ませてね自分を。うん、休ませてあげてください。うん、赤い日ねあるよね。だってさ、コロちゃんも大活躍や今。うん。一日で2万。2万人、全国で行ったって聞いて、もう7はもう、歯向けしたね。もうね、ずっと多いからね。もうね、どうなるんですかね。マジ。もう普通に人出てるからね、もうなんか。うん、見てて思ったんですよね。もう全然普通に出ちゃってるから、まあもうそらその数字になるわって感じ。うん、でももう誰がとかの話じゃないんやろな。うん、もうみんながどうにかせなあかんねやろな。でもね、もうできてたらもうできてるから、できないんだよ。どうにかならんのかな、でもな。でもだってさ、実際さ、もう出るなって言われてさ、2年も経っててさ、実際2年経ったら今でもみんな出てるんだからさ、もう無理なんだよ。いや、まあな。でもそうなる若者が多いと思うで、ほんまに。うんね、なんかばあちゃんが喋っとみならんときはさ。本当にそう。じゃあみんなな。もう我慢しきれへん部分があるんだろうな。今週末旅行の予定だけど、ああ、宣言のせいでなくなった。あらまあ。やめて。なんで足ポカやる。なのもやるから後で。一緒にやる。一緒にやる。修学旅行行きたかったさやろ。修学旅行も卒業式もさ、成人式もさ、まあ、大事なものが全部なくなったわけだからさ。かわいそうだな。どうにかな。だって言えばさ、自分らもそうやんか。その若い時の。こう言われる。せっかく今なんか。ね、仕事も頑張って遊びもいっぱい楽しんでる時期なのにあれ大変な、かわいそうだねって言われる。かわいそう、もったいない。うん、
めっちゃ言われる。そんなん言いたちゃって、そんなんね、言われたじゃないわって思う。たまに言ったわって。分かってるんやけど、どうしようもないから。なら、もうなんか、はぁってなる。でも、否定することを諦めた。そうですよねっていう。あ、そう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 。本当にね、そう。まあ、ほんまに動きづらいし、生きづらいよね。何も考えたくなくなるもんね。実際。今日はケイシーだけ？聞こえない？そうそうそう。だけだよ。イベントってどうなってるの？ってイベントは今のところ2日間での開催になるかなっていう感じです。みんなのがだいたい半々ぐらいだった。11、12みたいな。そう、こんな時期になっちゃうんですけど。一応ね、もう結構前々から決めてて、いろいろもう抑えちゃったりとかしてたので、うん、しっかり感染予防は対策を徹底してって感じかなっていう。うん、まあ、人数宣言も多分なるよね。11、12って分けるんだったらなおさら人数少ない、うん、あれな感じになってたんだけど。でも一応みんなのなんかいろいろいけないよっていう意見も取り入れて、いろいろ他にも考えてるので、とりあえず11、12かなっていうね。そこはいけそうだなって方は、まあいろいろお仕事とかいろいろと相談して来てくれたら嬉しいなって思いました。私は東京です。早めに詳細知りたいって来てるけど、まあそれはもうちょっとあれよね、うん、詳細はでももう詳細って日時と場所ってことだよね。まあ何時からとかじゃん。イベント内容はあんまりちょっと言えないんですけど、だいたい11と12日の、まあ、夕方ぐらいからかなって感じです。日中ではない、どっちも両日、夕方、まあ夜遅くはないけど、まあ、夕方ぐらいからになるかな。午後だね、大体。午前はしないと。午後の部で11時に開けといてくれたら嬉しいです。私は都内なんですけど。まあ、行けへん人も多いと思うけど。だよね。応募して当選した人だけとか。そうだね、一応その応募っていう形ではなくて、多分最初は普通に販売って感じなんですけど、人数がちょっと多かったりとかしたらそうなっちゃうかなって感じです。だからもし行きたいよって方はぜひ早めにっていう感じですかね。配信とかはまだ決まってないんじゃない？今いろいろ話進めてます。ありがとうございます。うん、こんばんは。動いてる？今なんか一瞬ブチってなった。充電がない。なんかコロナ邪魔すぎってきてる。いやもうそんなもこんなの。もうな。
そうやね。実際。やまないやけど、もう受け止めるしかないっすね。しゃあないって大事よな。しゃあない。もう、あ、また止まんといてや、ほんまや。前みたいに最後まで止まっとったらまだ調子乗ってまうの。なんで前髪伸ばしてんの？伸ばしてない。何事もやる気ないと言いましたでしょ。もうドライヤーすらもやりたくなかったんです。あ、今日ね。いやでも前髪の行方はマジどうしようかなって感じだけど。前髪？うん。でも多分切った方が自分はしっくりきとうから。長い方が可愛いよ。間違えた。間違えた。でも短い方が可愛いよ。うん、多分そうやな。このパツンってなった方がまだましやな、ね。うんだから今日は完全にダメな日の私。朝起きて、あ、もうダメだ、今日メイクする気ないわって思ったらしないもん。うん、あかんときあかんもんね。あんまり、はい。どうした？歯ブラシ？あ、もう。なんで？もう歯カミカミすんね。オッケー、あ、置いといて、パチンと置いといて。ダンス。いいよ。はい。ちょっとごめんな、置いと、ああ、ありがとう。失礼しました。うん、わ。最初隠せてなかったで。ん？最初隠せてなかったで。そう、完全にあくびしてた。全部出とったで、最初。すみません。昨日も11時に寝て7時に起きた。すご。うん、すごいなんかもうな、割とまあ7からしたら11時って早いんですけど、早く寝るようになってる。健康的だね。うん、シャッターが落ちるみたいに。どうしたどうした。もうひじの心の感じがさ、もう聴いてる曲でわかるのよ。最近はね、ゆうりさんのシャッターが大好き。ゆうり？知らない？シャッターが落ちるみたいに。なんかわかんねえ、もう今アストロしか聞いてない。テレ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 。なんか濡れちゃうんだけど何？あかんな、でも最近新しい曲聴かへんな。聴いてなくてさ。ああ、5時に寝た雰囲気良すぎてすら。いや、あるよ。なんか日が出てきてから。ああ、寝なな。でも寝れんしな。みたいな、本当に最悪な時。ね、あの時間が一番嫌い。新しい曲聞かなくなるんだ。聞こえた？うんうんうん。これを聞いて歩いて。暗っ！帰りとか仕事の帰りとかこれ来て。大丈夫そう？見ちゃう。早く慰めに来て。うん、もうちょっとやな。あとちょっとやな。うん、あっという間やな。でもあー、聞いたことあるわ。寝れないとき本当に寝れないよねって。ほんまにそれで多分寝なあかんって思ったら多分いろいろ考えてもって寝れんのやろな。何なんだろう。その時は諦めて携帯いじったの。なら諦めたくないタイプやね。それでさ、よく言われてたよね。なーちゃんはもう一生なんか目つぶって寝ようとするけど、ひじ諦めて携帯いじっちゃうからさ。ひじちゃん携帯触っちゃうねってずっと言ってたよね。ならそれさ、いまだにほんまにそうで、
寝ようとは頑張んねん、目つぶんねんか。でも、まあ何時やろうって見たら、ああ、2時か、何時やろう、4時か、あ、6時か、みたいな時がようある。寝れん時はな。今は寝れるけどって感じ。でも、日によるからならもう、寝る、寝られへんって。そう、携帯触ったら終わりって思ってる。わかるわ。すごい、今、ギフトが全部夏仕様なんだね。夏？人手とかないと辰の落としろ、ありがとう。携帯自体あかんて、ほんまにねえけど朝迎える、朝迎えた時の絶望感やばくない？だって、うん、いや朝寝れへんくて朝迎えるって書いてんねんけど、あ全然ある。あ、そう。カーテンないからさ、うん、もろダイレクトにその朝日が昇ってきた感じが分かんないよ。薄暗かだ、もう終わりだって思う。え、だからなんかな、最近カーテンも変えたいしな、買ったカーテンがさ、ブラインドにしたんだけど、うん、サイズがはまんなくて、でマジでマジで最悪と思って、でも返品とかすんないでめんどくさいタイプだから。え、測った？測らず。測って、分かった、分かってもあかんかった。そう、なんかちょっと大きい感じに届いて、うん、なんかそれあれだったの、オーダーみたいな感じだったのね、うん、その既存のやつじゃなくてオーダーでその大きさで、まあ、測るみたいなやつだったんだけど、なんかムカついたから、なんかそのブラインドのやつのさ上のお胸もほんとにちょびっとだけだったの、うん、だからムカついたから100均でヤスリ買って今削ってんの、ハマるように。大変やん。なんか効率よくアルミ削れるなんかないですか？もうなんか疲れちゃった。もう買い直すしかないんじゃん。やだよ、だって返品ってめっちゃめんどくさくないですか？なんかてかもう削ってるから返品できないし。え、ならもう返品せえへん。一応最悪なパターンやけど、返品も何もせんともう次のやつ買おうと思う。何役やねんけどね。マジで紙ヤスリはなんかあれかなと思って、なんか棒のガチのヤスリ買ったんだけど、ボツ。マジでひたすら削ってる。まあ自分何してんだろうと思う。リリースとプレイリストで新曲を聴く。ケイシママと喋りに行った。ケイシ久しぶりに会ったらやりたいことたくさんあるでしょ。いやまああるでしょうね。もはやわかんないんだけど、会って何したいか。てか会ってなさすぎて、会った時の感覚を忘れてるから。でも忘れてる。もうね、どんな感じだったっけと思って。そう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 。どういう感じの接し方やったんやろみたいな。ね、そっからやねんなも。自分が、まあ、まず美味しい食べ物を食べに来たいわ、奈良は一だから、それかな一番。あと動画は絶対撮りたいなと思ってるから、その動画と、うん、ちょっと、まあどこに行くっていう感じじゃないか、どこも行けへん環境やから。でも意外とね、来てる間忙しいしね。多分実行できてもご飯ぐらい。まあ、マスク2枚してメガネして帽子かぶっていこうと思います。今見てその感覚だったな。
ワクチンの副作用めっちゃみんなから聞くからほんまに怖くて、なのなかなか打とうって思えてないかもね。熱下がらん人と結構失神できたりとかいろいろあるよね。いや、そうした方がいいと思うけどね。ああ、もう一つ食べたくない、ちょっと食べない。ない、買いに行かないとない、めんどくさいな、ちーちゃん珍しくさ、アイス食べてない。アイス食べてないし、もう常備してる、てかこっち来てからだけど常備してるお菓子もアイスもない。もう珍しいの。いや、ナナは完全にね、今ダメキなこと言ったやん。食欲もあかんね、今あるってことで、それで刺してもう分かるやろ、うん、もうほんま今回もきつくて、まあ大変ですわ。まあまあ、ほんまどうにかならんかな思いながら。アイスくれた、あった、したよ。注意らしい、若い人。あー、そうやな、38度4出た、拾ってきたけど今のところ。あー、いいや、副作用ない。え、ひのさ、めちゃおもろいのがさ、うん、ひの家、おばあちゃんもおじいちゃんももう2回打ったのよ。うんうんうん、どっちも全然副作用なかったの。バカ強いやん。よかった。ほんとになんか全然マジやな、マジで何にもなかったんだって。でもちょっと痛いぐらいって。副作用は多いわ、20、30代多いかもな、うん、この感じ。全然大丈夫だったりした。いや、でもほんまに良かったやん。もう副作用だけで結構しんどい人はしんどいって言うから。いや、いろんなパターンがあるからなおさらね、ちょっとまだわかんなんか、うん、難しいよね。お菓子食べたい。いや、もう全然お腹食べられへんなの。もう入らへん。何食べたい？お菓子。ちょっと待って、あれ、レイカちゃん似てるだけ？誰？レイカちゃん。その人はご存じなかったかもしれない。レイカちゃん誰だろう。レイカ誰？かわいい名前。いやいや、その言い方やめな。誰だろうね。誰？私？わかんない。奈々かもしれない。多分、初見って書いてるから。な、わからない。夜ご飯は何食べたの？夜ご飯は海鮮焼きです。食べました。海鮮と野菜焼きみたいな。うん、っていうか、インスタ投稿したいんやけどさ、投稿できる写真がまあないわけよな。こないだ久しぶりにした。あ、そう、見てないの？マジで最低。いや、言うわ、いつも奈良のインスタも見てないくせに。見てるし、奈良ちゃんの。あー、いいねしてないやんか。人のことばっかり言ったらあかんでな、うん、悪い問題。見てないんでしょ。だって見てはいるけど、いいねはしてないけど見てるよ。それは一番立ち悪いね。一番嫌いなパターンで既読つけるけど、は開始、はい、あ、うん、再三パターン。奈良ちゃん見てもないじゃん。
それがありえない。え、なんちゃん止まってるんだけど。なんて、なんちゃんだって見てもないでしょ。見てもないわ、もうだって投稿してることもわかんないんだから。え、だって一番そのなんかそれは人に例えますと、好きか嫌いかで言ったら別に好きでも嫌いでも同じぐらいだけど、一番ダメなのが興味がないってのが一番悲しいことじゃん。それと同じだよ。いやでもインスタスクロールしてもさ、やっぱない場合があるやん。その見とるタイミングが違う。で、手にストーリーも上げてるも上げたよって、なんかそれも見てないってことでしょ。いや、なっちゃんのストーリーは見てるよ。見てるけどいいねはさないでしょ。ストーリーはいいねするやつじゃないでしょ。いや、いっぱいいる人が中でわざわざなーちゃんがあげてるなってことは、まあ、いいねしないですよ、この人ね。え、他の人にもしないもんだって。ならも一緒。一緒やな。あいつや、ほんとに。そろそろ解散かしら。そう、そういうことは言うたらあかんわ。そんなこと言う、聞きやすく言うって思ったら。なーちゃんだってちょっと言うときあるでしょ。ないでしょ、なかなか。ないです。あるし。ないし。あるし。いつもの二人やってきてるし。誰か止めて。ね、え、キンク行ったんだって。ほら。キンクだよ、ほんと。なあちゃんだの、いつもそうじゃん、ほんと。いつも。なんでそういうキンクアップするの？みんながいるからさ。何？みんながいるからさってみんなを味方につけて。そんなことないじゃん。何を言ってるの。そうね。そうでしょ。崩壊喧嘩、来た喧嘩タイム、やれやれ持ってやれ。喧嘩どころじゃない、こんなの全然。やり合いですから大丈夫です。やり合い猫。じゃれ合ってるだけだね、うちら。短い毛がパサパサ出てんぞ、ほら。その毛どうにかな。汚いって言った、今。汚い？言うわけないだろ。前髪そうなってるだけで汚いやつおるんか？どこ見てんの、ちいちゃん。こっち見な。曲選んでたの。曲はいい。流れる。二人の喧嘩見てると明日も頑張ろうって気分になるわ。なんで？なんで？もうわかんない。どういうこと？面白い。はじめまして、タカ。ありがとうございます。ひーちゃん、深呼吸して、だって。ダメ、もっと吸わなきゃ。今肺おかしいからダメ。え？何？もう一回言いなよ。何？何でもない。何？もう一回言いなよ。何でもない。ちょっとみんな音量下げて、携帯の。何？怖い。怖い。ね、本当にしんどいの？苦しいの？何？息できてる？ヒューヒューしてない？寝るとき苦しいの？もうちゃんと言いなさいよ。何？大丈夫。大丈夫じゃないとき大丈夫って言うの、人は。遠距離のおかんか、うちは。いや、コロナでは多分大丈夫ないんだと思うんだけど、まあ、それが大丈夫っていう判断ではないんだけども。そう、コロナではない、全然大丈夫。何？どういう症状なの？携帯で後で LINE してきなさいよ。うんうんってしないから、あなたは。絶対だよ。お母さん、チクるから、お母さんの LINE してんだから。チクるから。じゃあ、つらそうですって送っちゃうからね、なら。そうだ。本当に。気をつけなよ。一番は何だっけ？一番大事なのはヤマリンチャンネルで。はい、言って。健康。正解。そうでしょ。私たちは一番そこが大事だからね。ね、苦しんでまでそういうことないんだから、何もかもね。わかる？おかん、俺。いや、もうそこだけがほんまだな、もう。あかんわ。それはあかんわ。
なみちゃん顔怖いってなってる。なみちゃん顔怖いってなってる。もううちの子が心配でね。本当に無理しちゃう子。無理しちゃう子だから本当に。お母ちゃん。お母ちゃんですけど。お母ちゃん。本当に無理しちゃうの。で、その無理してることに気づかないおバカさんだからね。超えちゃうのよ。無理を超えちゃったらダメなのよ。お母ちゃん。バカにしてるのか？爪折ってやろうか？折れた親指。なんか白したいの。しなよ。簡単に言うね。でも2週間も経つのに爪折れるしさ、はい、良くないこと。まだ重なるからな。で、カーテンの幅が合わないの良くないこと。切り積もうか。そうで、なんか、うんって思うことがあった。良くないこと。そうだ。いっぱいある良くないこと。どうして、なんでなんか悪いことしたのかな。かもね。ちーちゃん、ちーちゃんって、ちーちゃん嘘だよ、大丈夫。ちーちゃん、何も悪いことはしてない。まあ、こうなったら大変だから。ちーちゃん、大丈夫だよ。日頃の行いって、うおい、おい打ちかけよるやん。日頃の行いが悪いって言われてんのに、そっちのルームで。いや、そんなことない、そんなことない。そういうことあるじゃん。知らないでしょ、ひーちゃん。あんた頑張ってんの、何でしょうかね。ああ、なんで、ほんとひーちゃん頑張ってくれてるからね。ひーちゃんね、ナナよりね、頑張ってくれてね。ちゃんと否定してくれるの。優しい子だね。もしかしたら、ちょびっと頑張ってるかも。でもちょびっと頑張ってるね。ひーちゃん、ほんと頑張ってくれてね。わかってるからね。ナミちゃん知ってるからね。いつもありがとうって思いながらね、電話してるからね。大丈夫だよ。見てる人は見てるから。ヤマリンってカップルと親子超えて姉妹。何重ねてさ、ちょっと漢字読めねえわ。ごめん。オールジャンルだよね。いや、全部だよ。面白いな、ほんまでも。だってお互いイラってする場面っていっぱいあると思う。めっちゃあるよ。普通に電話してても思うもん。この野郎って思う。ナナもよ。ナナも。マジで今日の電話も一ムカついたもん、ちょっと。なんでよ。何がよ。いや、でも、ナナもちょっと、うんって思ったのもあって、うん、いや、もうちょっとナナにも相談、なんか、何かしら言ってくれたらええのになと思ったんやけど、うん、ちーちゃん結構自分でさ、多分、めんどくさいとこあるじゃん。だから自分で結構済ませたくなっちゃうでしょ。それで切羽詰まって結構イライラ伝わってるからさ、なんかもっと言ってくれたらいいなって思うけど、まあ奈良も何もできへんし、で奈良もやっとからあかんこともできてなかったんこの期間で、ひーちゃんに言われるやろなって思っとったこともそのパッて答えられへんかった部分あったから電話中に、うん、あーこれ答えれとったらあれやったやろなと思っとったけど、ひーちゃん私今日電話でイラッとしてるなって思ったでしょ。いや思ったで。で奈良も切った後にいいよねと思ったけど思ったけど、まあまあ考えてみたらまあやることも多いやろしなと思ったり、うん、ならも悪かったな思って、ね、いやそれまでは何ごめんねって、あーどうしたのごめんねとか言えるんだなあちゃん会おんなよ。いやいやいやごめんねならもうちょっと本当にでもしょっちゅうなんかね、でも仕事の話になるとさやっぱりさ、うんね、一緒にさ仕事もするってすごい大変なことだよね。でも逆にこういうのってさ、うん、言えないからこそストレスになってチリツモになってさ、うん、もう嫌だってなるけど、リッチの場合は言えてるからまだいい方なんだなって思う。確かに最終言えるってことやけどな。あ、そう。その場ではちょっと言えなくて、照りついてるから、うん、普通に照りついてるほんまに、うん、うん、はい、わかった、オッケー、はーい、切るの早いね、そういう時切るの早いよ、ひーちゃんはほんまに分かりやすいのよね。うん、
あ、オッケーオッケーオッケー。だから、これはとかね。うん。あわわん時なんて、まあもう全然違いますか、電話も。でもあんま最近はないか。ないわな。うん。お互いあんまりでも電話は少なくなったかもな。うん、今のところ。なんかまとめて電話するよね。最近日中とかは仕事の電話が多いから。うん。確かに。仕事の電話をしてて、うん、夜とかになんかまとめて最近こういうことあったんだよね、みたいなのを全部まとめて話す。確かに。面白いな、ほんま。でも普通に、なんか会社の人、うん、いい、その、やっぱりさ、なみちゃんってどういう子なのみたいなさ、会ったことないじゃん。そういう話とかになって、なみちゃんの話とかいろいろするんだけど、引いて自分たちのこととかね。うん。の時に、でも、なみちゃんはどうか分かんないけど、私は別にこの先、なんか何があっても、なんか、お互い、本当に、なんか親に何かされたりとか、周りに何かされない限りは、多分、まあ、切れないと思ってるから、みたいな。うん、だから、そんぐらいの関係値だと私は思ってるから、みたいな言うよ。言ってくれたの？どうしたひーちゃん変わってるとかじゃなくて、だからどんな感じだなって、2人はどういう感じだなってなるから、そんぐらい私は仲いいと思ってるし信頼してますって言った。まあ長かったよな、でもな、ここまでなるまで。そうだね、何度も何度もダメかと思いましたけど、色目向き合ったわ今。なんだ、なんだったね。ねえ、やったよ。ちょっと充電取ってくるわ。うん。充電取ってくるっていうか、充電器？そうかな。ねえ。でもこんなに私、がっつり喧嘩。うん。喧嘩もするけど。うんうんうん。でも全部意味のある喧嘩やったなって思うけどな。でも大体さ、ひきさ、ほんとめったに人と喧嘩することないから。うんうんうん。で、喧嘩したときって、大体、ああ、もうこれで一旦終わるかなって思うわけよ。ああね、うん。あ、もう多分この人とも切れるなって毎回思うの。うん。でももうワンチャン連絡なくなるなって思うけど、なーちゃんとは別に喧嘩してもそれがないなって思うから。いや、ありまん。なんだろう。めちゃめちゃ喧嘩したとしても、言い合いしても、ムカついどんだけムカついても、うん、なんちゃんにはなんかいい意味で自分から謝れる、ごめんねみたいな。確かに結構一でも謝らんタイプじゃん、うん、いやいや、そうでもない、いや謝んない、結構そうやんな。でも別に自分悪くないと思ったら謝んない。うん、いろいろあったの、いろいろあったよ。めちゃめちゃあるよね。みんな話してない、話してないっていうか話せないこともたくさんあるけど、話せない結果もたくさんあるけど。うん。面白いな、面白いよな、なかなか。ヤマちゃんが最終的に引くんでしょ、多分。なーちゃんが引かないんだよ。そうやって思われ、今のこの感じ見たら、多分ヒチがめちゃめちゃわがままで、もういいみたいなやって、なーちゃんが最終的に折れて、ヒチちゃんごめんねみたいな感じだと思ってる、そこの皆さん。思っているそこの皆さん、それも全く真逆なんです。なみちゃんは今こういう風にみんなの前だとちーちゃんみたいなやってるし、でも逆の場合もこれもあるよ。普段喧嘩しててなーちゃんがこうやって折れてくれることもあるけど、それはもうごく稀です。大体はなーちゃんがもうめちゃめちゃもうそのまんまそんみたいな感じで、ひじが数時間後とかにもう耐えられなくなって、なーちゃんごめんねみたいな、どうしたのじゃん、うんとか最初やって、何その態度、なんでまた一回な喧嘩するの、なんでこっち普通にさ
仲直りしたいと思って言ってたのに、なんでそんな感じなのみたいな言ったら、何が、うん、そうや、別になの悪くないしみたいな、そうそうで言ってくんのこの人、別になの悪くないからとか言って、でもそれでさ謝ったのにさ、なんかそんなこと言うとムカついて、もう注意しとかって言って、もう一回また2度目の喧嘩始まって、で2回目もちょっと経ってから、なあちゃんみたいな、いつまでこれやるん、懐かしいって言って、でなみちゃんもなんか何がみたいな最初するけど、なんか途中でなんかふざけて笑ったりとかして、で仲直り、うーん、そうやな、なんじゃない、何がって言うの、一応何もしてないよとか言って、なんか笑ってくんなって、全然笑うなよとか言うの、あーもうそう、そのやりとりがもう忘れられない、なんで笑うんみたいな、うーん、いや笑うやろとかね、あ別に、別にとか言ってた、別に多いかも、いや別にって何って言ったら、いや別に何もないで、笑うなって言ってんじゃん、ムカつくからとか言うよね、もうそう、まあ、それに対してもなら 笑ってまうって、そう、それに対してまた笑ってなんかあざ笑う感じで、ね、笑ってくんのだからそれだって言ってんじゃんとか言ってもうヒートアップそうなんですよね、本当に。逆に喧嘩してる姿見せたいわ。確かに。カメラ回してほしいって書いてたからさ。確かに。めっちゃ笑うで、多分。は？みたいな、ね、普通に口悪いと思う。悪いと思う。てか、お互い多分見せたことない顔になってると思う。そう、多分普通に。びっくりすると思う、普通に。本当に普通に。普通に口悪いし。うん。でそれでもう我慢できなかったら手出ちゃうんだよね。悪いよ。笑うなって言ってんじゃん。でその当たりが強いんよ。また。それならいいときて思い切りやっちゃって、それでそんなやってないじゃんみたいな。そう。なんでそんな強くやってないじゃんって。だってこっだってそっちよりなんか弱いの嫌だもん。そうそう。なんでなんか弱くせなあかんのとか言う。はぁみたいな、絶対言ってんじゃんとか言ってんかって、最悪だ、いやどっちも頑固やと思う、確かに頑固、うん、ドリッコやしな、お互い、うん、別に喧嘩することもなかったよ、人と、そうだね、だからこそ他で喧嘩しないからこそ、うん、強いよ、マジでなんか兄弟で喧嘩って感じで、いやほんまに、まあ、お母さんお父さんが止める感じの喧嘩、そう止められてたよな、てか止められてたパパとかに、そうほらほらとか言ってね、そうそう、なーちゃんのパパにさ、なんか家たちってさ喧嘩したりしたらさ普通にさ空気悪く、なんか喋んないじゃん、うん、バレんねんな、そうで、なんかパパとかもさ呆れてさ、うん、もうほら喧嘩せんとみたいなそうそうそうでさ家たちってさ普通にさパパとかママとかの前でもさ、なんかこう叩き合うじゃん、するするする、でもほら叩くなとか言われてバカおもしろ、おもろか、この年になってパパにさ喧嘩叩くなって止められんの、おもろい、めっちゃおもろいよな、パパも笑いながら言ってる、やめなさいとか言われて、ちゃんと言われてるよな、うん、今日それこそひーちゃんの話だったで、何よ、海鮮焼きって、あのエビとか食べよって、うん、あーひーちゃんエビ好きやったなーとか思い出ひーちゃんは元気しとんかとか言って、もう元気やと思うで、あの人は元気やー言うて、パパ早く会いたいな、もう思えで、 YouTube もインスタも見てるよって言っといて、あーどこ喜ぶわ、ほんま喜ぶわ、そんな言ってくれて、パパああやって編集しとってなーちゃんにこことか聞いとんかなーって、いやもうその通りや、で動画できたらみんなに見せとんやろな、投稿する前にとか、もうそのまんまやわうん、ほんまに変わりなくなら ーってそう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 、ね、2回上がろうって思った時に言うわけよ、これなちょっとな、ここのとこな、うん、もう何とか言って、もうお父さんも一人でできるようになろうねとか言っていつも言ってもうずっとよ、ずっとや、ずっと懐かしいな、パパ懐かしいやろ、おいでよ、みんな言うと、あの君が
お世話になったあの場所の場所わかる？ああ、わかる。の人も聞いてくんで。なんて？しーちゃん元気いて。そうそうそう、大丈夫なんかみたいな。なんかはよう。おいでよって。なって、そうそう。あれも行かな。めっちゃ嬉しいことだよね、普通に。だってさ、自分がさ、言ってさ、こんだけ大きくなってからさ、もうちっちゃい頃からなんかさ、可愛がってくれてた人とかだったらさ、まあ確かにあれだけどさ、実際自分がこうやって大きくなって、全然物心、ちょっと大人になってからさ、出会った人でさ、そうやって遠くに行って会ってない期間が半年ぐらいあってもさ、元気にしてるのかなって、心配してくれる人がいるってめちゃめちゃ嬉しいことだなと思う。でもそれは普通に以上、なあちゃんの、まあね、お家にお邪魔してたりしてた期間も長いからだけど、その肘のなあちゃんにも言えること、肘のその秋田に来た時にね、私のそのね、うん、なんか知り合いの人、うん、とかと一緒にご飯よく行ったりしてたりじゃん、とか言ったりとか、なんか、うん、してた時とかに会った人とかも言ってもよく、なみは元気なのって、ね、嬉しいね、お互いの地元にね、そうやって思ってくる人がいるのって幸せだなと思う。嬉しいな。でも家族ぐるみで結構ね、な、ありがとうございます。本当に。まあ、お互い実家暮らしっていうのもあるかもしれない。うん。楽しかったな。いまだに思うもん、たまに動画見返して楽しかったなーって。楽しかったよね。すんごい楽しかったよ。なんだかんだいろいろありましたけど。ね、まあでもあの頃に戻りたいって思う時もあるもんね。ね。楽しかった時。ね。うん。うん、本当に懐かしい。別にすっごい何年も前の話じゃないの。でも超懐かしく思えるよな。思える。でもなんか自分が子供だなって思う。うん、なんか幼く感じ。え、その前の時のことやろ。そう。え、めっちゃ思う。でしょ。別にそんな数ヶ月前の自分なんだけど。そう。なんかめちゃめちゃ子供だなって思う。なんか自分最近めっちゃ老けたなって思うもん。それ見た目じゃなくて、なんか中身とか。わかる。なんかわかんないけど、昔とは違う何かが。なんなんやろな、これまた。うん、こうやって年って取ってくんだなって本当に最近思うんだよね。実感するよな。毎回こういう話になってまうってことは、うん、ほんまにお互いがさ、それが何点なんか、なんかなんやろな、もう、うん、そう感じてることで。でもそれってさ、どうしようもないじゃん、時間が過ぎていくことってさ。そうそう。だからこそさ、なんかさ、呆然とした、なんか別に悩みまでそこはなってないけど、うん、そこにすごい悩んでるわけではないけど、いやでも結構悩むで、この次の早さにも、うん、確かになんか別に何かに追われてるわけじゃないんだけど、うんうんうん、明確な何かにこれやんなきゃこれやんなきゃってわけじゃないんだけど、うん、なんか変に焦っちゃうんだよね。でもやることがあった時って動けへんかったらめっちゃ焦るしな、うん、やることあんのにできてない自分責めすぎて、うん、一回休みとか言われるけど、休むどう休むのかが分からへんなんだな、うん、ああいう時ってもう考えてますしな、うん、どれぐらいの期間兵庫にいたの？結構、こう、うん、じゃない？ねえ、でも多分それ何年もやった去年だもんね、うん、言うてだって実際兵庫に行き来してたのって去年なんだけど、1年ぐらいしかないんだけど、うん、1年の中で言ったら半年ぐらいは多分いたと思う。あ、それは半年ぶっ通しじゃなくて、まあ、確かに1ヶ月とか行ってみたいな繰り返してたかもしれない。東京と兵庫と秋田行き来してたから、でもね、なんかいい具合に半分ずつかな、全部なあ。してた。懐かしい、昔の時期も。1回目のコロナの時ずっとおらんかった。おったおった。だから1ヶ月ぐらいいたんだっけ。いたと思う。そうだよね、ちょうど緊急事態になっちゃって行った時。でも自粛期間もさ、やっぱ2人やったら全然違かったな。そうだね、うん、大きかった、なえちゃんと家やったけど、なんだかんだ全然結構充実してたよね。出たよ、毎日毎日、うんうん、ある意味楽しかったなって思うけど。確かに、
1週間毎日投稿とか懐かしいとか言われちゃった。懐かしい、懐かしく思っちゃうよね。でもね、確かに確かに、ね、聞いて、なんかこの間その初めましてのね、あの新しい友達知り合いの人に、うん、その何やなんか YouTube の話になって、うん、でチャンネル登録するよみたいなって、うん、でこのチャンネルですよみたいに言って見て、一番最初見たらさ、今さなえちゃんの一人の投稿がさ3つぐらい連続で続いてるじゃん。そしたら見てて、え、この子一人でやってんのって言われた。違う違う違うみたいな、ちょっと一が投稿できなくてみたいな言われた。やばそう。確かに奈々もさ、自分で投稿しながらさ3つ並んでるわみたいな、なんかやべって思った。ちょっと恥ずかしさを感じたもん。やべって思った。どうしたの。なんかこう自立してる、うん、でも動画は撮ってるって言ってたもんな。そう、動画ね3つぐらいあるんだけど。3つもあんの。でも編集する気なくならん。そう、昔になっちゃったからさ、それが悪いとこ。なの、次何しようかなって思ってるけど、その画質がやっぱ気になってさ、だなって思うけど。ため撮りあるん？ん？ため撮りある。ため撮りな、消しちゃってんねんな。やっぱ結局自分が気に食わんくなって思って。だから奈々が撮ったらすぐに編集し始めて出さなあかんねん、奈々の性格的に。それはひじま。自分の気が乗ってる時に。そうだな。投稿してからもう結構嫌になって消したくなるかな。なちゃんね、ほんとね、なんか、せっかく作ったのに嫌になること多いよね。多い。で、それでひじがね、止めんの。せっかくここまで作ったのが大丈夫やってって、うん。いや、でもな。でもだから、ひーちゃんが近くにいるの、ほんまに大事なんよ、な。な、うん、その、な、うん、やそれ、うん。いや、ほんまになんか、思うで、もう、インスタ投稿するときも、もう、あー、ちーちゃん。あー、じいちゃんって写真も撮ってほしいし、じいちゃん選んで、じいちゃんって。うん。この人、じいちゃんもらわなあかんで。何言うと？ちょっとじいちゃんもらわなあかん。じいちゃんもななみちゃんいないと結構ダメでしょ。じいちゃんもななみちゃんが、やっぱ、なんか、メンタルサポート。なあ。まあ、じゃあもらうのな。分かっとるやん、ちゃんと。分かっとる。うん。そういうのちゃんと言ってこな。喧嘩もするけど、うん、喧嘩多いけどな、ちょっとわりかし最近は仕事がな、二人ともな、いろいろな決めなあかんことも多くてピリついてるんですよ。でもそんぐらい本気でイベント頑張ろうとしてるので、あのみんな本当に大変だと思うんですけど、うん、でも11と12もし来れる方いたらお前に来てほしい、うん、本当にもう優しくさせる。そう、結構ライフ削ってる。うん、結構ね頑張ってるもんね。もうちーちゃんとどんな感じやったっけ。ちーちゃんってどんな人やったっけ。え、なんか正面で見てどんな人やったっけ。正面で見ると見たやん今。どういうこと。いやだってその実物がおるって考えたら考えられへん。なんかやばいやん。かわいいってなっちゃうかもしれない。かわいいってなっちゃう。うん、でもメイクしてるからな。ちーちゃんメイクしてないときちょっと面白い。ねえ、なあちゃん、なんうっそというの。いやーうっそでもね、うっそ、すっぴん面白いってどういうこと。もうあれ面白いもなんか思ってた。ちーちゃんあんまり変わんないじゃん。違う、え、変わんないんだ。だって面白いのあるもん、動画でさ、思ってたんと違うってめっちゃ好きな。コスプレして思ってたんと違うってやつが違う。じゃあれはマジ太ってた。いやあれが顔パンパンむくんでるし。え、痩せてる？今。あ、痩せてない。あれ面白い。あったら人見知りするんちゃうんやって。いや、じゃあ人見知りしてた。え、なあちゃんがちょっと照れてる。なあちゃんね、毎回ね、なんかね、人見知りしたしてくれ。なんか、じいちゃん。久しぶりやな。みたいな感じ。元気しとったんとか。元気しとったんとか。
なんか変な感じやな。大ちゃんそういうタイプ。そう。なんかもじもじしとる。多分次ももじもじしてしまう。かわいい。もじもじしちゃうの。かわいい。かわいい。どうした。ぶっす。ぶっす。ちょっと照れてしもうた。よかったな、パーツ整っとって。鼻がちょっとでもそうなっとったら。ぶっす。危なかったで、ママに返しし。ありがとう、ママ。危ねえ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 、あし。かわいい。なあちゃん、かわいいな。危ねえ。なあちゃん、いつもこうやってバブバブバブするんですよ。じゃあ、で、ひーちゃんも。ん？ひーちゃんもいて。ちーちゃんせんで。ちーちゃんちーちゃんせんで。ちーちゃんこそすごいぞ。ギャップが。長通る時のギャップ、すごいぞ。ほんとに。動画全部面白い。探したらやばいぞ、もう。ほんと、世に出せないの、マジで。面白い、ほんまに面白い。谷川、ジジジです。あ、なんか言ってる。もうあれほんまに、すごい。覚えたもん、やばな。結構見てんのよ、多分。受けるんだけど。うん、かわいいな、思いながら。受けるんだけど。ほんとに。はぁ、面白い。まあ、次会えるの楽しみにしとくわ。本当に。あとちょっと、うん、なんか、一瞬実感なくなるんだよね、人たちって。本当なんか、ああ、会えるなーって、会える日決まったなーってなって。で、ある程度、それってさ、まあ、1ヶ月前とかさ、まあ、そのぐらいに決まったりするじゃん。うん、で、大体その間、ああ、まだまだだなーみたいな期間がちょっと続いて、気づいて、うん、あれもっと結構数日で会えるくねみたいなって。そう。実感湧かずに当日なるみたいな。いや、多分一緒よ。同じようになってると思う、次も。それで会った時にキャーってなって。ね。家切れてるから。だから、すぐ飛ぶ。じゃあランキング読みますか。ランキング。この時間も遅いということで。ね。それでは、13位。クッキー、ありがとうございます。片揚げポテトさん。ありがとうございます。食べた。12位、デュラント。ありがとうございます。うまありちゃん。ありがとうございます。11位、ランラン。ランラン、ありがとうございます。11位は BPM1883。ありがとうございます。あ、変わった。ごめん。ちょっと一気に読んじゃいますね。13位、新平。ありがとうございます。新平、ありがとうございます。12位、ミーボー。ありがとうございます。みーぼーありがとうございます。11位、よしこちゃん。ありがとうございます。で、10位かな。ハイジ、ありがとうございます。ゆうた、ありがとう。9位、デュラントさん。ありがとうございます。ゆきとうもろこしはトップをツンツンしたいみゆりさん。ありがとうございます。8位、なかみ、ありがとうございます。きよしさん。ありがとうございます。7位、わーたん、ありがとうございます。じんじん、ありがとうございます。6位、ジャングル、ミューディー、ありがとうございます。リュウ、早急ポイズさん、ありがとうございます。5位、ランラン、ランラン、ありがとう。まいちゃん、ありがとう。4位、ごっちゃん、ナナリンジャー、ありがとうございます。期待たずおだてのゼロさん、ありがとうございます。3位、ファイヤーゼロさんさん、ありがとうございます。香港の KK やとナナリンジャーとナトリドンさん、ありがとうございます。2位、西野慶吾さん、ありがとうございます。マカオのリュウさん、ありがとうございます。本日の1位はヒデくんです。ありがとうございました。ちはけんけんとひじさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな遅い時間見てくれてありがとうございました。じゃあちょっとラッキー人間読ませていただきます。おーい、ラッキー、お、一番早いの、ハイジ、ラッキー、たくみ、ラッキー、せい、
ラッキー、ゆらら、ラッキー、さやさや、ラッキー、のんちゃん、ラッキー、ゆらら、ラッキー、しゅみけん、ラッキー、マイポンズ、ラッキー、リオ、ラッキー、ぐるぐる、ラッキー、トンスケ、ラッキー、ミサキ、ラッキー、誰にしよう、ヒロくん、ラッキーということで本日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来週の配信で会いましょう。バイバイ。うん。バイバイ。バイバイ。ありがとうね、みんな。おやすみ。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。またねー。イエーイ、ラブ。